ではこの綱吉公の政策についてなんですけれども、綱吉の行った政策というのは結構あるんですよ、いろいろと。でも一般的に皆さんが知っている綱吉の政策といえば、まず間違いなくこれを挙げることができますね。もちろん言う前もなく、生類憐れみの令ですよね。この法令は実は綱吉の治世の間の1685年から出されているんですが、当時はですね、犬なんかの動物を大切にせよという単なる目標みたいな法令だったわけです。それが次第にエスカレートして始めて、最終的には一説によると綱吉の生類憐れみの令が廃止されたときに数十万人の罪人が出たという書物も残っているんです。半端やないですね。数十万人の人が生類憐れみの令のおかげで、生類憐れみの令のせいで捕まってるんですよね。そんなに多いのっていう気がしますよね。でもその生類、我々が生類憐れみの令と聞いたときには、なんかその数十万人と言われても納得するような感じしますよね、一般的にはね。じゃあなんでそんなイメージがあるのかというと、そもそも生類憐れみの令が出されたというのはどういう目的であったかということなんですね。はい、レジュメをお持ちの方2ページいきます。生類憐れみの令が出されたそもそもの由来というのは、綱吉が跡継ぎにと考えていた我が子を幼年のうちに亡くしてしまったという悲しみがあったと言われます。亡くなっちゃったんですね。これは事実です。でその後綱吉公はやっぱり自分の跡継ぎの男の子が欲しいと思う。これはまあ別に将軍に限らず普通の人もそうですよね。まあ男女にかかわらず跡継ぎは欲しい。でもその後綱吉公には女の子も生まれてないんですよね。で再び子供を授かるようにと綱吉の母で継承院という人がいました。まあ家光の奥さんだったんですけども、その継承院という人が自分の知り合いのお坊さんで劉邦という人を連れています。劉邦という人を連れてきました。でこの劉邦という人を連れてきて、でこの人が言ったのはこういうことだったと言われています。綱吉公、あなたは犬年の生まれ、したがって犬を特に大事にして、それを庶民にも強制させるような法案を作った方がいいと劉邦は言ったと言われているんですね。で、自分の母親の知り合いのお坊さんが言った一言を愚かにも綱吉公は真に受けて、しかも信じて、ね、生類憐れみの例の中でも特に犬が重要視されて、後には江戸の中野というところがあるんですね。江戸のまあ西川の方なんですけども、今の東京 の, JR の中央線が通っている中野ということですね。その中野に巨大な犬小屋が幕府によって作られたと。で江戸中の犬の約8万頭がその巨大な犬小屋に集められたそうです。8万頭ですよ、犬が。それがみんな集まった。でしかもこの8万頭の犬、運営費は誰が出したかというのは幕府が全部出したと。つまり公営に、幕府という公共 の, 団体が犬小屋を運営していた。でその犬小屋の運営費が年間で今の貨幣価値に直して200億円もかかってたそうです。200億円、年間200億円も犬の養育の日のためだけに集める。しかも8万頭、お犬様大事にしましょうって、なんじゃいなこれはと思いますよね。でこうした犬を大事にするという極端な政策を取ったことによって、当時の綱吉公が何と言われたかというと、皆さんご存知ですよね。綱吉の別名は
綱吉は犬公方である、あの公方っていうのは将軍様って言います。綱吉は犬公方である、人間よりも犬を大事にするとんでもない将軍やと、というありがたくもない別名で人々の恨みを買ってしまうようになってしまうと言われています。まあこれだけでも綱吉が周囲の江戸庶民から恨まれるのは分かりますよね。でもそれだけじゃなかったんですね、綱吉は。どういうことかというと、蘇我用人である柳沢義康という人がいたんですね。つまり徳川綱吉に直接仕えた柳沢義康という人がおって、で綱吉公はこの劉公のっていうお坊さんの他にも柳沢義康という蘇我用人の言いなりにもなっていた。でこの柳沢義康という人間が、綱吉公の寵愛を受けていることをいいことにやりたい放題、外部の政治とかもやっていたと言われています。で他にも綱吉の知恵の間にやったことがあります。それは何かというと、貨幣の価値を落としたことです。貨幣の価値を落としたことで諸物価が値上がったと。で諸物価の値上がりがしたことによって庶民は大いに迷惑を被ったと。つまり綱吉がやったことは、人間よりも犬を大切にするということ、自分が無能だからといって蘇我用人の柳沢義康という人間の賄賂政治を招いたこと、そして貨幣の価値を勝手に下げて物価が値上がって庶民に大きな迷惑をかけたこと、この3つが、綱吉公の悪い政治だと一般的に思われているんですね。なるほど、この3つ、仮にこの3つが全部本当だとすれば、確かに徳川綱吉という人間性が疑われますよね。人間性が疑われると言い過ぎたとしても、この人の政治ってそんなひどかったのかと思いますよね。でもちょっと私もそうなんですけど、皆さん考えてみますか。江戸幕府260年続いた中で30年も政治の担当者、つまり8分の1近くを担当した綱吉ですよ。その徳川綱吉の30年間というのは本当にとんでもない時代で、暗黒の時代だったんですか。それだけじゃない、徳川綱吉という人間は本当に犬よりも 人間よりも犬を大事にしたり、ね、義康という人間を信用しまくった、あるいは貨幣の価値を勝手にやった、下げた、とんでもない暗君だったんですか。これ本当の話でしょうかね。我々はそういういろんな歴史上の話を聞いて、それを本当だと信じています。でも中には本当に我々が下している評価が正しいのかっていうのを疑わざった方がいいんじゃないかなという人もいるんですよ。実はこの疑った方がいいんじゃないかと思える人の一人が、今回紹介した徳川綱吉なんです。じゃあ本当に彼は暗君だったのか、綱吉の治世は暗黒時代だったのか、まあこれを、真実を探るためにも、まずは綱吉公の生い立ちから将軍になるまでの道のりを、辿っていくことによって探りたいと思います。